はい皆さんこんにちは今日は浮力を考えるんだよね、えー、浮力って結構身近なんだけども実際にちょっと見,見せちゃおうかな、えー、ここにコップの中に水が入っていて見えるかなコップの中に水が入っていてこれは、えー、発泡スチロールでできたボールが入ってるんだよね見えるかなでこのこボールを押し下げる水の中に入れ,入れたよねでそうすると手を離すとわかるかな 浮こうとするんだよね、いいかな。なぜこのボールが浮こうとするのかなっていうこの原因、実は前回やった水圧と深い関係があるんだよね。さあ、この浮力は式でどう表すことができるかを今日は考えていこうね。ではまずこちらを見てください。これ前回のおさらいなんだけども、水圧を式で表すっていうことを考えたよね。コップに一メートルの深さの水が入っていると。 でコップの底が受ける圧力これがまさに水圧なんだけども水圧は大気圧と水の密度でで表現できるんだったよねえあくまでも水圧ってどう計算したかっていうとえこちら側の図を見てほしいんだけども水に働く力の釣り合いを考えたよね。えまず水に働く重力は SHG 密度に体積を掛け算したものが質量。 それに重力加速度を掛け算したのが水に働く重力あとは大気が押す力は P S そしてそこが押し上げる、ね、水圧が押し上げる力が、PS、だったよねで。この3力の釣り合いを考えると PS は P0S+SHGS を消去したのはこれさあ見てごらん。えー、深さ H での水圧は、 大気圧プラスロー Hg これが前回のおさらいなんだけどもえ一つ注意点言いますこの深さ H で決まるね水圧っていうのは深くなればなるほど大きくなるんだよさあ今日はこの深さが大きくなればなるほど水圧がでかくなるこれをもとに浮力を考えていこうね さあ浮力を考えてみたいんだけどもこの図を見てみよう、えー、この水の中にこれから物体を形としては円柱状の物体を沈めたんですよねドンさ沈めたらどうなるかなっていうと水の中に沈んんだだ物体はは浮力が働くはずなんだよねでそもそも浮力って何かなっていうと水圧の合力なんだよ、ね、ちょっと書いちゃおこうかな浮力は。 水圧の力だよってのをしっかり覚えておいて、えー、どういうことかっていうとこの円柱状の物体には水圧が働くよね。えー、まず上の面に働く水圧それと下の面が受ける水圧なんだけどもどっちが大きいかな、えー、さっきの式をもう一回書いてみたいんだけども水圧は大気圧プラスロー h g これがあったよね深くなればなるほど水圧って大きくなったよねえ。つまり上の面に比べて下の面の水圧はより深いのだから大小を書くとこっちが大きくてこっちが小さいよね。いいちなみに側面に働く力は左右同じ大きさだからこれは相殺されると考えようね。えだから水圧は そこが受ける力の方が大きいので合力は必然的に上向きになるよねちょっと書いてかな合、えー、力は上向きになると水圧の合力上向きになるこれがまさに浮力、えー、今浮力の大きさを記号でラージ F と表そう浮力を F と表してこれがどう表すことができるかなとは知りたいわけ えー、計算方法2つありますめちゃくちゃめんどくさい方法と一瞬で計算するどっちがいいかなみんな、えー、まずめちゃくちゃめんどくさい方法を教えちゃおうかな、うんえー、めちゃくちゃめんどくさい方法は上の面が受ける水圧を計算しまあ、深さを適当に表してるね そして下の面が受ける水圧を計算しその合力を計算すればそれが浮力だなっていうのが一つの方法ちょっと面倒くさそうだよねこれ一瞬で計算する方法を言いたいんだけども実は浮力大切なのは中身関係ななしあるかな今この円柱の体積を V 立方メートルと表しておきたいんだけども浮力っていうのは 中身は関係ないよね中身が鉄でできていようが木でできていようが浮力はこの形というか体積で決まるはずなのね。あくまでも水圧っていうのは中身は全然関係ないじゃん。そこでちょっとイメージしてほしいんだけどもこの中身を思い切って今これ水があるから水に置き換えたっていうのを考えてほしいわけ。ねえー、水で置き換えてやるとこうこれね えこの円柱を水で置き換えたらどうなるかな水の中に水を置いたら釣り合うよねちょっと図を書いてみようかな今言ったことをはっきりさせるために水の中に置かれた水だよね周り水があって中も水なわけこれどうなるかなっていうと水の中に水を置くと動かないよね 釣り合うでしょこれ言ってる意味分かるかな例えば、えー、自分がお風呂に入りました風呂の水に注目した時に風呂の水って動かないよね突然風呂の水の一部が上昇し始めてド水の柱が上がる、ね、ありえないよね怖い風呂だよね突然水がバンバンねあの上,上に上がっていきますよっていう下に沈み込んでいくありえないよねつまり水の中に置かれた水は静止するはずだよね。 この場所で静止するはずなんだよね。さあどうだろう。そうすると、いい水に働く重力 mg としよう。そして、えー、この水に働く浮力 f は今釣り合うよね。えー、水に置き換えたときに浮力これ浮力だよ。浮力と重力は釣り合うなっていうのはわかるよね。 えー、そうすると浮力の大きさはい「い」中身を水で置き換えたときに働く重力を答えれば「い,い」っていうことになるわけ終わった、えー。そうすると浮力は重力に等しいんだけども水の情報として水の密度を,書くよ水の密度をローキログラム毎立方メートルこれ密度だね。水の密度 これをローと表しておいい、えー、体積 V だねそうするともちろん浮力は重力に等しいんだけどもこの水の質量いくらかなっていうと1立方メートルあたりがローなんだからローかけるいい水の密度に体積を掛け算したものが水の質量だよねいいもうう一度言うと中身を水で置き換えたよね。 その水に働く重力を考えるときに水の質量は水の密度1立方メートルあたりに必要にこの物体の体積を掛け算したロー v キロ v ラムこれが水に置き換えた質量それに重力加速度を掛け算したロウ Vg これがまさに浮力なんだよねいい。さあ浮力はえ水の密度ロー 体積を V とするとローブ VG と表すことができるさあそれがここに出ますえ浮力はローブ VG と表すことができるもちろん大切な式なんだけどもこれ自分で出せるようにして,しておいてほしいわけあくまでもえ浮力はいくらかなもし式忘れてもいいんだよ式忘れたらこの中身を水で置き換えるっていうこの話をね今日はしっかり覚えてほしいわけえ中身を水で置き換えてやると動かないなと このイメージねであとは水に働く重力と浮力が釣り合うんだなとえそう考えるとえ水に働く重力を考えてローーブイジが表すことができるさあこの浮力の式しっかり身につけてほしいんだよね。練習やってみようねえ水の入った容器がバネばかりの上に乗せてあると全体の質量はラージキログラム全体の質量っていうのは 容器と水ねそれ全体の質量がラージ m だっていうことなんだけどもえ水の密度はローキログラムマイリッポーメートルであるとえ図のように体積 v リッポーメートル質量 m キログラムの小球を軽い糸の型につけ水中に吊るすと重力加速度 g メートルマイセカンド2乗とすると1番小球に働く糸の張力を求めようとえまず小球だけに注目しようね。 小球に働く力は重力 MG が働いているよねあとは接触力なんだけれどもこの小球何に接してるかな水と糸だよね糸の張力はまとりあえずおなじみの T ニュートンと表しておこうそれともちろん水から受ける力は浮力だよね 浮、えー、力はもちろん上向きに働くよこうとする力が浮力だから上向きで、えー、大きで大さラージと表しておこう浮力は一体いくらかなっていうと水の密度がローで体積 V 重力加速度 G が与えられてる、えー、これを使うとロー VG と表すことができるんだってね、えー。それを書くと浮力はロー VG だと。どうだろう あとはこの3力の釣り合いを考えるだけだよね上向きの力は張力と浮力ローブイ g そして下向きの力は MG この3力が釣り合ってるわけだねだから、これから張力を計算するローブイ g を移行すると mg マイナスローブイ g と表すことができるよね。 あとは重力加速度をくくると small m-low v かけるの g これが張力なんだけども一つ注意点を言いたいんだけどもこの問題は全部単位がついているよねキログラムとか立方メートルと問題文に単位がついている場合は必ず答えにも単位をつけようね文字で済ますと減点されるからね えもちろん張力はこれ力なんだから単位は力の単位ニュートンをつけて答えをねこれが張力だよ続いて括弧2をやってみようねえバネばかりが示す値を求めようここにバネばかりがあるよねえどんな値を示すのかな今度は水プラス容器に注目するよさっきは小球に働く力に注目したけども えー、水プラス容器だけを取り出してみようこれね、えー「接してる物体小球点線」で書いておきたいんだけども、えー、これ水プラス容器これ全体の質量がラージ m ラムと与えられていたよね。で「バネばかり」のお皿をちょっと書いておきたいんだけどもちょっと離して書いておこうね。さあこの「水プラス容器に働く力」全部書きたいんだけどもやはり。 基本は重力と重力と接触力が基本だよねえまず重力全体に働く重力はラージ MG と表すことができるよねあと接触力なんだけどもえこれ何に接してるかなっていうとお皿に接してるよねもう一つ接してるものがあります小球に接してるじゃんえ小球から受ける力って浮力の反作用 だよね、浮力って誰が誰に及ぼす力かなっていうと水が昇級を押し上げる力だよね。いい水が昇級を押し上げるっていうことは昇級は水を押し返してる実は浮力の反作用が水に働くよね。F いいこれはあくまでも風力の反作用ね。 いいかなさあそしてあとはバネばかりが押し上げる力があるよね。えバネばかりが押し上げる力を計算すればバネばかりの示す値が出るよねえなぜかっていうとこの力はバネばかりが押し上げる力だから当然その反作用がバネばかりのお皿に働くのがわかるよね。作用反作用だよね。 えということはバネばかりが指し示す値ってズバリ N の反作用を答えればいいということになるわけ悪かなえもう一回言うよあくまでもバネばかりがこの容器を押し上げる力を求めればその反作用がバネばかりに働くえくつまり目的は垂直効力を計算すればいいなっていうことになるわけだ。じゃあ垂直効力いいくらかなっていうとう 今度は容器と水全体に働く力の釣り合いを考えてみよう。えまず働く力三つあるよね。上向きの力は垂直効力で、下向きの力は重力ともう一つ浮力の反作用あるよね。浮力はローブイジと表すことができたよねえ。もちろんその反作用も大きさ同じだからローブイジと表すことができるわけだ。 えだから重力加速度をくくり出すとラーすかけるもちろん単位をつけなきゃね問題文に単位がついてる場合は解答にも単位をつけてさ垂直抗力はラージ m g ニュートンと表すことができるこの反作用がバネばかりに働くのだからバネばかりが及ぼす力は。 これの反作用だからまさにこれがバネばかりが指し示す値だっていうことになるんだよねさあ今日は浮力を考えたよねえ浮力って何かな水圧の合力だったよね円柱状の物体を水に沈めたときに水圧が働くよね水圧は深くなればなるほど大きくなるから 上の面に働く水圧よりも下の面に働く水圧が大きかっただから合力は上向きになるそれが浮力だよねでこの浮力の大きさはあくまでもいい今日の大切なところなんだけども中身を水で置き換えるここ大切だよ中身を水で置き換えると動かないよね水の中に置いた水は全く動かないつまり釣り合うわけだで、水に置き換えた そいつに働く重力を考えるとローブイジーと表すことができるんだよねえ、そうすると浮力は水で置き換えたその物体や働く重力ローブイジーに等しいっていうことでいつでもこれ出せるんですよねえ、もちろん浮力は公式としてローブイジーっていうのは覚えても構わないんだけどももし忘れたとしても自分で導けるこれが一番大切なところだよ